こはや、たすけさんいらっしゃい。ちげたありがとう。あこさん、あっくんいらっしゃい。のりさんいらっしゃい。次、ひとみルート行きます。あこずれす、フェアさんいらっしゃい。あこここ、すらさんいらっしゃい。ミントさんいらっしゃい。ワーベア、ワーウルフ、ワーコツ。うん、大猿になっちゃう。 M さんいらっしゃい。セーブして、シナリオに戻るってやつだけどな。見てみようか。多分取れたことになってんじゃないかな。あくずですよ、ラプちゃんいらっしゃい。うん、取ったことになってる。そこはランプス、ヒロさんいらっしゃい。ちょっと順番違う。じゃあ一緒にしようか。違うよ。ブブーン。ゼロ点。神ゲー来たー。いらっしゃい。流行り神ゲー。事件とコックリさん、連続自殺とコックリさんの間には何らかの因果関係があるのだろうか。ないと思う。ではコックリさん無視しても良いのか。そうとも言い切れない。ちっちゃい未読がありますね。恐ろしや流行り神。あくずです。13個目さんいらっしゃい。現時点で答えを出すのは性急すぎる気がする。コックリさんという得意なファクターにのみ目を向けていると、そのうち足元を救われることになる。ここは一度冷静になって、もっと多くの情報を集めるのに専念した方が良さそうだ。何も私の言葉が 100% 正しいとは限らないわ。それに真実を見抜くには、より正確でより多角的な視点から得た情報が必要よ。そういう意味じゃ、この手の怪談じみた話は霧崎君のところへ持っていくべきかもしれないわね。彼なら危機として君に協力してくれるんじゃない。うん、ここで兄ちゃんの話が出るのか。あこひでじいらっしゃい。あこつちくりんさんいらっしゃい。職場まで送っていく。
トーンからガシャン。小暮さんは兄さんのおもちゃ兄さんのおもちゃ。ゲーム配信何使ってますか？例えば、ゲーム画面映してるのはもう今ほとんどアマレコですね。アマレック TV です。あ、こつ6さんいらっしゃい。ゲーム配信するの？なんかいろいろ聞いてね、わかることであれば。この操作方針を否定します。自殺じゃないかもしれない。恨みを持つ者、そして怨恨、これで瞳ルートになります。あ、かつ FOF っていうのはね、このゲームの要は単語みたいなデータベースで、それを集めないとね番外編が出ないんですよ。フレンドオブアフレンドっていう。僕は校長に、ビザ版を見せましょうか。で、一応同じルートを行って、あ、本当に顔出ししてるの珍しいね。あ、こつハゲる髪羊毛編ですそうですよ、いらっしゃい。さあ遊んでみたいな。2年前の事故が事故でない可能性。そしてこれを、生徒から情報を集めることにした。僕たちは狐塚を離れ、校内に残っている生徒から情報を集めることにした。より多くの生徒から情報を集めたいが、不安を煽るような真似はしたくない。最低限に生徒を絞り込むなら、佐喜多美佐の幼なじみだった野沢翔太、昨日病院で僕たちに何かを伝えようとした神山由香、この2名だろうか。うん、あの時は不意の事故で聞くことができなかったが、もし投稿しているならぜひとも続きを聞きたい。アドベのルート探し楽しいね。もう見てるけどね、こんにゃく。パピタさんいらっしゃい。ちょっと長丁場なってるんで、ソーラさんのところはたまにおけつ出しを下がりますねおけつっていうかね、ちょっとね内臓に近いそうですね、可愛らしいお尻だったらいいんだけどあ、ここは見てないとこか。放課後の静けさも相まって不気味さ満点だ。小暮さんそわそわで、コックリさんをしてるんですね怒ってます。お、既読になってない。見てない流れだからか。サーランはコックリさんしたことある？ありません。したくないタイプです。誘われたら逃げるな、絶対嫌って。はい、お疲れ。以前玉いじり放送をしてましたね昔のことです。ちょっと勘違いするでしょ。おいおいおいサクさんいらっしゃい。知らない人だっているんですから。ヌーベイでもやっちゃダメって書いてあった。うん、ちゃんご飯食べてる、もりもり。たまいじり詳細コミ動画にあります。およよよよよ、ソーラは相当の玉黒勝ちテクニシャン。マメいらっしゃい。で、表現するのか、転がしのプロ。既読にならないかな。なってますね。これはただの偶然です。はい、指定します。小暮さんの味方。たまんねえぜ。
さて、どこから調べようか。伊藤かおりが自殺した図書室。お、これは嫌ですと断固抗議します。踏まれるところですね。嫌です。僕はドギマギしながらも断固抗議した。ひとみさんにはお世話になっているが、いきなりひざまずく理由はない。佐藤君、何か勘違いしてない？美人に顔を近づけられると気圧されてしまう。勘違い？それだけ言うのが精一杯だった。もういいわ、じっとしてて。ひとみさんの顔が視界から消えたかと思うと、目の前が真っ白になった。気をされる。玉職人さん、こんばんは。いらっしゃい。岡村さん、いらっしゃい。それは一瞬の飛躍だった。華麗な身のこなしはバレエダンサーのそれに似ていた。景色が真っ白になったのは気を失ったからではなく、ひとみさんの服が視界を、覆ったからだった。跳躍。これを撮りたかったのよ。ひとみさんは一冊の本を手にしていた。学年名簿で同じクラスだってっていうのを見つけるのか。うん。そういう展開だったよね。しかし美人ですね。バーン。こんな歌詞いそう。革新的な質問。コックリさん。コックリさんはどう関係しているのか。自殺した生徒もコックリさんを知っていた。結論。こうちゃんとそこにいてよ。自殺した生徒もコックリさんを知っていたのではないか。ほとんど直感的に導き出された答えだが、確信をついているような気がした。さらに突き詰めると、この場にいる彼女たちが一緒にコックリさんをしていた可能性が出てくる。散らばっていたパーツが急速に組み合わさっていく感覚が全身を駆け抜ける。謎は全て解けたってやつだな。弾かれたように動いたのは山の稽古だった。もうおしまいよ、みんな殺される。誰に殺されるんだい？こっくりさんよ。実は小原がボタンを押しています。超連だよな。ディ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 。ひとみさんの完全否定があります。バカバカしい。ちょっと連打しますね。飛ばせるかな。あ、飛ばせないわ。ビビビビビ、丸を押してます。A ボタンです。あ、こっちレイクさん、いらっしゃい。校長先生かわいいな。どれどれって見て。小暮さん、年齢当てゲーム。そこにいる小暮刑事の年齢を教えてください。10円玉の動きがピタリと止まった。コックリさん、コックリさん、小暮刑事の年齢を教えてください。2度目の問いかけでようやく10円玉がぎこちなく動き出した。
こっくりさんの答えは3と6。36歳。小暮さんの表情が怒りに変化した。はい、いつものでした。27歳であります。怒ってます。で、ここでこっくりさんはっていうことですね。瞳が全員否定して。で、この後のね、張り込みがあったと思うんですけど、女性と各自。あそこであるっぽいですね、FOAF が。これの、神山家ですね。神山家を、見ます。はい。ここで多分ね、小暮さんが、ちょっと怖い話をするときに出るんじゃないかな。神山由香の家を張り込んで、かれこれ6時間が経過しようとしていた。ソハラの年齢を教えてください。みんな知らんでしょ？こっくりさんも知らないわよ。張り込みというのは思いのほか忍耐力を要する。それが状況証拠のみでの疑惑に基づく張り込みならなおさらのことだ。神山は動きますかね。小暮さんは1時間ごとにこの質問を繰り返している。10億飛んで体重聞いてみよう。動機は不明、証拠もない。しかしあの神山のこっくりさんへの執着は普通ではない。あ、この話ですね、多分。ところで先輩、こんな話をご存知でありますか？先日、派出所勤務の友人の先輩がパトロールに出た時に体験した話らしいのですが、その先輩は深夜の巡回のために同僚とパトカーに乗っていました。けしからんことですが、気分転換のつもりで普段とは違う順路はしたそうです。この話で見なかったっけ。あ、ちょっと違いますね。雑音がしたと無線に。派出所に戻ってから古株の先輩に話してみたところ、昔ちょうどその場所で一家惨殺事件があったそうです。うん、あ、出ました、例と電波障害。これですね、撮ってなかったの。これだけです。あと、こっくりさん。あかつん、いらっしゃい。あ、これは米かすぎのようか。反応したら負け。正しい意味のけしからんを久しぶりに聞いた。この話を自分に吹き込んだ友人は、幽霊が電波障害を起こしたんだなどと言っております。そんなわけないですよね。わからんよ、小暮さん。あ、こつ進捗どうですか？うん、もうね、攻略見ながらやってますので、ちまちまと回収していってます。今日は残りの番外編が出る予定です。で、来週やろうかな。これにひぃこれは怖い。無線から唐突に流れ出した雑音に小暮さんが情けない悲鳴を上げた。大丈夫ですよ小暮さん、ただの偶然ですよ。言いながらも僕の声は上ずっていた。それともお化けでもうろついてるんですかね。冗談めかして恐怖心のコントロールを試みるが、それは小暮さんを一層怯えさせただけだった。やめてください先輩。小暮さんは耳を塞いでしまったという展開でした。見ざる聞かざる状態の小暮さんの肩を叩く。収まったのでありますか。ええ、もう大丈夫でしょう。一時的な故障だったみたいですね。気遣って楽観的な言葉を口にしても小暮さんは納得がいかないみたいだ。本当にただの故障だったのでありましょうか。彼の言葉に答える。何こっちゃん、おんぶ、おんぶするの？やだ。疑問は闇に消えていった。痛い。
痛いよ。貧乏お化けが来た。ちゃんと降りなさいよ。どんくさいな。ずり落ちてった。ずるずるずる。あれをもう背中でやられたらたまらないんですよね。傷だらけになる。おんぶとか最高やん。爪立てられるんだよ。痛いよ。なんか熱いトレーナーならいいけどさ。あこん、ゆうさんいらっしゃい。小暮さんなどいつまた無線に異常が起こるかと怯え、一睡もできなかった様子だ。だがしかしですよね。また死んじゃったと。うん、怖い話本当に。小暮さんはね。さあでは、1話終了です。ここで一回セーブをしまして、ピリリリリ、扇風機にゴリゴリしてる。猫ってさ、あの顎をこうグリグリする時があるんですよ。あれ可愛いですよね。グリグリ。次です。あと撮ってないのがね、瞳編と切り裂き編。サトルくん行きましょうか。サトルくんですね。ヒロインの鏡。その猫の飲みでもいいから俺も忘れん。飲みはおんぶって言うのかな。これはですね、切り裂き編のサトルくんは、どこの部分かな？ここか。サトルくん。サトルボール編。うちも子猫の頃、椅子に座る膝に乗ろうとジャンプしたら太ももに爪立ててそのままズリズリ落ちる。子猫なんて特にね、爪が細くて尖ってるから本当に痛いんですよ。針みたいだからさ、顎グーリグーリした後噛み噛みしだしてやめてってなる。ここはね特に大丈夫みたいです。適当に読んでないところを見ましょうか。クリスマスみたいな先生ですね。いや、結局ね、この二人の関係は分からずかな。で、次電話番号のところですね。次ドラクエやるとき俺が特別に牛の糞10個プレゼント。ありがとう。なかなか足りないときがあるので、まあ足りてるけど99個はいらない。あこつ、シダゴンさんいらっしゃい。これも特には大丈夫。読んでないとこ行こう。うん、タイナか。結構遺体がなくなるとかありがちだけど、やっぱ多いですね。今回の事件について聞く。で次のところですね。まず
それより何か新しいネタを聞かせろよのところです。それより何か新しいネタを聞かせろよ。唐突にどうしたのさ、切り裂き。また仕込んでるんだろ、都市伝説とかさ。まああるにあるけど聞くかい。あ、そうだな、じゃあ公演に関係するネタを少し披露しようか。頼むよ。俺は本当は都市伝説なんてどうでもよかった。ただこの二つのプリントが持つ意味に漠然とではあるが気がついてしまったから。結論を先延ばしにしたかったのかもしれない。タイノは満面の笑みを浮かべて話を始める。じゃあ公園を歩くぞっていう話をいろんなところで確認されているさ。そのほとんどが夜になると動くってやつだけど、公園の歩くぞ登録、例えば京都の、窓山公園にあるか、窓か山飛んで、これなんて読むの、窓か山でいいの、少年の像だとか横浜の公園にあるひろしくんの像だとか、あ、そうそう、ひろしくんの像に関係して渋谷のたけしくん渋谷のたけしくん登録ってのも、へえ、そんなにあるんだ。あつこは興味津々といった顔で話を聞いている。公園にはなぜか銅像だとかがある場合が多いのさ。それはなぜかわからないけど。そうか、他には、あ、マリアムマリアム公園ですか。はい、そうだな、公園には関係ないけど。どんな話？交通標識のびっくりマークってわかる？うん、あの黄色いやつだよね。あれってね、その他の危険を表しているんだけど、その他の危険ね、その中には心霊現象とか幽霊が出るってことも含まれてるんだって。そうなの？本当に？違うよね。ということは、その看板があるところには霊が出るのさ出ると決まったわけじゃないだろう。出る可能性があるって話じゃないのか。まあそうとも言うさ。つぶれ屋とも読めるの？ふーん、出ましたね、3つね。で、あとね、もう1個あります。取ってないの。ブイン。タイノの動機、サトル君を本気で信じていた。もしかしたらミクとの口論が動機となっているのだろうか。それも原因の一つだろう。あの口論も原因の一つとなり得る、きっかけの一つとなり得る。しかしその根底にあるのはおそらく、サトル君は本物だという自信。見てないとこ見ようか。それをみんなに、認めさせたかった。うん。こう簡単に殺されちゃたまらないですけどね。そんな動機です。しかも子供だし。ゼロとかもやったことあるの。赤い蝶だけかなり初期にやりましたね、配信で。あとは私がやったホラゲーはサイレンかな、サイレン1、2のみです。あとバイオか、バイオ1だけで、多分ね、この流行り紙が人生で最後かな、ホラゲーは。さあ最後かな、記念すべき最後の作品です。はい、お疲れ様でした。ビビる、すぐ泣いちゃうからね。で、この後に、あつこの話になるんですね。